すると鶏ですが、メキシコでも盛んな鳥の戦い、後継のシャモという意味合いが強いそうです。8人兄弟の末っ子、6歳の時お兄さんの影響でボクシングを始めてから23年、アマチュア時代、96年アトランタオリンピック、97年世界選手権、ともにメキシコ代表。プロ転向後の戦績はこれまで31戦30勝、黒星はわずかに1つ、ナシロにとって極めて高いハードルのチャンピオンです。日曜日の来日後、ほとんど手の内を見せなかったカスティーリョ、これがチャンピオンの自信なのか、それとも調整の苦しさがその裏に秘められているのか。今チャンピオンカスティーリョ、大阪のリングに初見参です。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、ナシロの挑戦、まもなくゴングです。決戦の舞台、東大阪アリーナです。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャレンジャーナシロにとっては学生時代通い続けた近畿大学のすぐ近く、まさにホームと言えるでしょう。さあ、両選手の紹介です。そして WBA 審判委員長で、今から24年前、渡辺二郎さんの世界戦でもジャッジを務めたカナダのガイ・ジトラス、73歳、の3人。そしてレフリーは世界戦53試合目、パナマのギジェルモ・ペレス・ピネーダです。ここで WBA ルールを確認しておきます。グローブはメキシコ製の8オンス、1ラウンドで3回ノックダウンした時点で試合終了。偶然のバッティングにより試合を続けることができなくなった場合、4ラウンドまでなら引き分け、5ラウンド以降はストップしたラウンドを含む判定となります。放送席の解説は元 WBA 世界バンタム級チャンピオンの六車卓也さん、そしてプロ8戦目で世界を取った辰吉丈一郎選手です。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ナシロ、カスティーリョ両選手がレフリーの注意を受けています。ナシロのパワーとスタミナがチャンピオンのスピードとテクニックを凌駕するのか、注目の第1ラウンド、まもなくゴングです。ナシロの世界初挑戦が始まりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチです。さあ、まずこのナシロが右の大きなフックでカスティーリョに飛び込んでいきました。
青のボクシンググローブ、黒のトランクスがチャレンジャーの那代信夫です。そして赤のトランクスに白のライン、赤いボクシンググローブがチャンピオンのマーティン・カスティーリョ。これまで4回の防衛を果たしています。チャレンジャーサイドはこの第1ラウンドに全てをかけていると言ってもいいでしょう。さあ、ムグルマさん、那代勝利のポイントはズバリどのあたりになりましょうか。やっぱりあの接近でパンチが当たるか当たらないでしょうね、はい。やっぱり遠い距離じゃなくて中に入ってパンチを当てていきたいですね、はい。さあ、チャンピオンはスピードとテクニック、左右のバランスのいいこの多彩なパンチが持ち味です。それに対してどのようにこの那代がこの懐に飛び込んでいけるのか。さあ、前に出ていく那代です。左のフック、辰吉選手、はい、辰吉選手も91年グレッグ・リチャードソン戦でプロ8戦目で世界戦、あの時の気持ちどうだったんですか。いや、もう無我夢中でしたよね。そして今日那代が勝ちますとその辰吉さんの記録に並ぶということなんですが、はい、辰吉さんは今どんなお気持ちですか。だからやっぱり頑張ってほしいし、右ノック、はい、いつまで僕の記録はもう15年もあること言ったらおかしいんで、さあ、放送席からも辰吉さんがエールを送ろうという。さあ、ロープに詰めている第1ラウンド、ジェフク。さあ、1ラウンドから攻めて、ムグルマさん、とにかくリズムをつかみたいところです ね、 そうですね、いいでしょう、はい、攻撃は、さあ、カスティーリョがロープを背負ったというシーンがありました第1ラウンドです。さあ、ムグルマさん、那代の硬さという部分、緊張という部分はいかがですか。いや、リラックスしてますよね。してますか、はい、大きいパンチ、外側からのフックなんかを出しながらですね、いろいろ考えた作戦で1ラウンドから出てきてると思いますので、はい、全然緊張感ないと思いますね、これ、とにかくスタミナで第1ラウンドからガンガン行く。そして相手が疲れてきたところでもそのスタミナを失わないように猛練習を積んできた。さあ、だからここに攻めた。しかし、ムグルマさん、このチャンピオンをどれだけ追いかけられるかという部分ですね。うまいんですよね、このディさあ、右、左、なかなかパンチが当たらないんですね、まともに、やっぱり後ろに下がるステップ、はい、バックステップというのがものすごくうまくてですね、はい、そこからの攻撃というのがチャンピオンはやっぱり得意ですよね。そうですよね、はい、我々だからカウンター取れる、相手を前に出させて自分が下がってカウンターを打つ、そういうようなタイプですからね、チャンピオンは。チャンピオンですね、はい、はい。さあ、那代はそれでも自分は前に出続けるしかありませんと話す。ああ、大丈夫か、ダブルバッター、那代バッター、大丈夫か、大丈夫か、那代ちょっとブラッターか、左チャンピオンの左、那代バッター、大丈夫か、ここでゴング、ここでゴング、ちょっと今ヒヤッとしましたね。引き抜いたところに、1ラウンドからガンガン攻めていく那代、さらには那代陣営、全ての思惑通りの第1ラウンドかと思ったんですが、この左のフックをムグルマさん、タイミングよくもらってしまいました ね、 したね、ちょっとヒヤッとした瞬間がありました。顎の先っぽですよね、これね、はい、引っかかったというような感じですけどね。大丈夫でしょうか、はい、はい、それほどダメージはないと思うんですけどね、やっぱりでもショック大きかったと思いますよね、はい。先に那代が立ち上がりました。遅れてチャンピオンのカスティーリョ、第2ラウンドが始まっています。辰吉選手、はい、ちょっとタイミングよく左をもらいましたが、危なかったですね、91年の9月、グレッグ・リチャードソンからタイトルを取った辰吉選手、あの時の辰吉さんも今の那代のように第1ラウンドからガンガン行きましたよね。そうですね、僕は思うんですが、2ラウンドはもっと前に出た方がいいと思うんですよ、ね、もっと前に出た方がいいですか。 1ラウンドああいうことになったので、はい、今チャンピオンの右から左のダブルがありました。さあ、またコーナーに詰めましたが、くるっと体を入れ替えります、チャンピオンのカスティーリョ。さあ、那代が先ほどの第1ラウンド、ムグルマさん、はい、逆に硬くならなければいいんですけれどもね。そうですよね、はい、いや、なってないですよ、大丈夫です、ね、大丈夫ですか、はい、はい。さあ、そしてチャンピオンのカスティーリョは非常に、おっと、那代右左、さあ、しかしかわされる、目がいいですよね、チャンピオンはね、やっぱり、スイングなんかを絶対完璧に外してますので、はい。ムグルマさん、このチャンピオン、はい、カスティーリョの特徴といいますとどういったところがありますか。やっぱりディフェンスをきっちりしている選手ですよね、ディフェンスがパンチを外す、はい、それはブロックでも外す、体でも外す、足でも外すということでですね、はい、まず攻撃よりもまずディフェンスを、ね、中心にした選手ですよね、だからなかなか当てるの難しいと思いますよね。さあ、またコーナー中で左出しろ、左フックもらいましたよね、チャンピオン、小山さん、はい、那代陣営なんですが、1ラウンド最後にいいパンチをもらった、逆に良かったじゃないかと、いいパンチが見られて良かったじゃないかというふうな指示が出てましたね。なるほどね。那代サイドのリポーターは野村明大アナウンサーです。
小山さん、はい、一方のチャンピオンサイド、とにかくフェイントをかけてジャブからボディーだという指示ですね。ジャブからボディーというチャンピオンサイドは清水健アナウンサーです。鵜車さん、はい、今の両サイドの第1ラウンド終了後の話なんですが、はい、まあ、そうですね、チャンピオンがチャンピオンはやっぱりでじっくり攻める、ボディから攻めていくというようなコンビネーション主体の攻め方になるんでしょうし、はい、挑戦者、ナショロ君の方はですね、やっぱり初めてのタイトルマッチですからね、あんま緊張せずにということでは良かったんじゃないか、はい、ということですよね、はい、前向きに捉えているチャレンジャー、ナショロサイドです。さあしかしご覧のようにじわじわっと、うん、そして指示通りジャブが出ている、ロングリーもらった、ナショロが飛び、パンチをもらっていますが、ナシロにはパンチ力がありますから ね、 そうですね、打ち合いは望んでいるところです。ナシロダビーボディ、残り10秒を切りました。第2ラウンドです。両選手とも打ち割り、はい、自分のパンチの出した打ち割りにパンチの力を見られました、さあ最後は打ち合いになりました。第2ラウンド終了です。今場内が沸いたんですが、ナシロのパンチが、このパンチですね、左の目をカットしました。これパンチによるカットということで今場内が沸きました。このチャンピオンの出血はナシロのパンチによるカットということで、ですからもし試合続行不可能となった場合はチャレンジャーナシロの TKO 勝利ということになります。傷的にはそんなに深い傷じゃないんでね、まずそのストップということはないと思います。もちろんそうでしょうね、はいはいはい、さあ第3ラウンドが始まりました。辰吉選手、うん、辰吉選手のもとにこのナシロが来たときにですね、辰吉選手は噛み合うんではないかというふうな分析をしてましたね、はい、どのあたりからですか。やっぱり噛み合うでしょ、ファイターとボクサーなんで、ですからもうちょっと前に出ていってほしいですよね。もっと前に出てほしい。さあナシロはファイターです。ただ単なるファイターでは世界は取れないでしょう。そういって練習を積んできました。重ねたスパーリングの数は139ラウンド、非常に多くの練習を積んできました。独特のボディバランス、向山さん、この特有の、ね、リズムがあるんですよね。さあボディまたロップに詰めた、うまいですよね、しかし体をよじりながらのディフェンスというのがうまいですよね、ただナシロはロープあるいはコーナーに詰めても深追いはここまではしてませんね。そうですね、まだ追い切ってないような感じですね、はい、小山さん、はい、ナシロ陣営焦るな、まだ無理しなくていいと。なるほど、チャンピオンに余裕があるという判断ですね、はい、ゴーサインが出てからでいいという話です、はい、合わせるのボディー、はい、ジャリー、そしてムグルマさん、はい、ナシロ陣営藤原トレーナーなんですが、このチャンピオンカスティールは右左右左そういうリズムなんだと、はいはい、だからこそ左なら左右なら右、ダブルトリプルが有効じゃないかという見方をしてますね。今右のアッパー良かったですよね、はい、ナシロ選手の、この右のアッパーもこのアービーストレートテンプルに入りました。右のアッパー、向山さん、はい、この右のアッパーがあるだけでチャンピオンは邪魔なんじゃないかという秘策なんですね、はい、実はこれやっぱりいきなり右から来られるというのはやっぱり、ね、難しいですよね、はい、避けにくいですよね、はい、辰吉選手、はい、やはり少しでもリズムを乱したい、そんな思惑なんでしょうかね。そうですね、でもうちょっとこういいリズムになってきましたよ。なってきましたか。噛み合ってくるでしょう、はい、さあ第1ラウンドには不用意に左のカウンターをもらったナシロですが、第2ラウンドには逆にこのナシロの武器でもあるパンチでチャンピオンカスティーリョの左目尻をカットさせました。少し出血もだんだんと多くはなってきています。さあ接近戦、打ち合いは望むところ、チャレンジャーのナシロです。倒すか倒されるか、判定では厳しいでしょうね。ファイターでもある僕はやっぱりノックアウトを狙います、そう高らかに宣言したチャレンジャーのナシロです。飛び木チャンピオンも右を返します。アッパー空振り、しかしこのアッパーを見せるだけでいいんだ。左ボディ左ダブル、村上さん、これですね、で今のちょっとこれ当たりましたでしょ、その先ほど前のはちょっとねやっぱりガードされてましたですよね、はい、右は空振りです。ワン・ツー。さあ時折ニヤッとしながら楽しんでいるから表情が、さあロックで攻めた、ロックで攻めた。この第3ラウンドは残り時間がほとんどありませんが、ナシロがいいペースになってきました。ここで第3ラウンド終了です。はいですね、どのあたり期待しますか。いやもっと前出たらいいのにな、はい、前出るよ、まあ、手を出しながらね、はい、という辰吉選手は第1ラウンドからもっと行った方がいいという劇をこの放送席から飛ばしています。さあ第4ラウンドが始まっています。
第2ラウンドにチャンピオンカスティーリョの左のまぶた目尻をカットさせたチャレンジャーのナシロ、まあ、ですからこのナシロも相当精神的に優位でしょうね。そうですね、やっぱりね、切れたりすると相手はやっぱりそこを隠したり、はい、よくそこを狙ってこられるという部分であるんで、そこを狙うように見せて違うところを攻めるとかね、はい、いろんなそういう組み立てができるんでですね、やっぱりそれは有利に戦えると思いますね、はい、小山さん、ナシロ陣営 OK、 このペース今の調子と相手のジャブも落ちてきていると、カウンターだけ注意するようにという指示です。はい、そのカウンターを第1ラウンド終了間際不用意にもらってしまったナシロ。小山さん、チャンピオンサイド、はい、傷は大したことないと話していますね、はい、そしてもっとジャブを使っていけ、そしてアッパーだと話しています。はい、まあ、逆に向車さん、ナシロが、まあ、プレッシャーをかけてジャブを出させないようにしているという見方もできますかね。そうですよね、やっぱりそんだけ入られてしまってるんでしょうね、はい、自分の距離が保っていけないんですよね。達吉選手、はい、まだ攻め足らないという思いもありながらもナシロのペースと見ていいでしょうか。そうですね、いや、ただね、ちょっとカウンターを狙ってるような気がするんですよね、チャンピオンが、はい、ちょっと怖いかな、そういう意味では。このあたりはチャレンジャーサイドもカウンターに注意しろ。大谷、飛び込んでいった、ここはクリンチで逃れます、チャンピオンカスティーリョ。これまで4回の防衛を果たしています。その4度の防衛、日本松田ジムの石原のから取った、防衛もありますが、アレクサンデル・ムニョス、あるいはエリック・モレル、ムグルマさん、そうそうたるメンバーを倒してのこの防衛なんですよね。そうですね、ハードパンチを、ね、と戦ってますからね。ナシロ自身はおそらくチャンピオンは泥臭いボクシングは嫌だろう、嫌いだろうというふうに話しています。その作戦当たってますよね。当たってますか。やっぱりいろんなその打てないような、はい、いろんな角度からパンチ出してるんですね、そういう作戦通りだと思います、ね、ボリーから左、右です、左から右、ちゃんとガードしていますナシロ。そして緩急もつけます。ワン、ツー、空振り。この辺のステップバックはさすがカスティールチャンピオンです。軽いパンチ、お互い様子を探っています。とにかくスピードとテクニック、これを目指したんだけど、あー、右、しかしパース、右、チャレンジャーナシロ。ナシロの右のストレートが火を吹くか。この右のストレートが当たればフック、アッパー、いろんなパンチが効いてくるんだ、そういう風に藤原トレーナー話しています。左から右、ナシロコールが沸き起こりました。東大阪アリーナです。さあ、ロープに詰めました、アッパーから左、ここでゴングです。第4ラウンド終了です。両選手の体格です。身長で1センチ、リーチで4センチ、脅威でも4センチ、いずれもチャンピオンのカスティーリョが上回っております。ムグルマさん、はい、この4センチ上回っている長いリーチの中にやはりどれだけナシロが入っていけるかということになりそうですね。リーチだけの長さじゃなくてね、やっぱりバックステップ、はい、これが前にね、入りにくいですよね、はい、さあ第5ラウンドが始まりました。そのあたり、これまでの4ラウンドはムグルマさん、どのようにご覧になってますか。ナシロ選手はね、はい、いい戦い方してると思うんですよね、これ自分が組み立てていた、考えていたボクシングできてると思うんですよ、はい、どちらかといえばチャンピオンの方がですね、面食らってるような感じですね。達吉さんはどうご覧になりますか、はい、チャンピオンのリズムという点では、ちょっとまだね、まだ出してないような気がするんですよね。出してないのか、それともナシロ君が出さずにこう自分のペースでやってるのか、はい、がまだあれなんで、そのチャンピオン、僕はあまりその試合内容見たことがないんでね、はい、ちょっとまだ分からないですね、このチャンピオンのカスティーリョは日曜日に来日してから公開スパーリングはしませんでした。その後もホテルからほとんど出ませんでした。あるいは減量がきつかった、そんな憶測も飛んでいたんですけれども、実は昨日の正式計量の2時間前人知れず予備計量をしていました。まあ、これはルールの範囲内なんですが、ムグルマさん、ですから相当きつかったと見てもいいかもしれませんね、減量が、はい、プラス公開スパーリングやらなかったんですね、やっぱりなぜやらないといったら、やっぱこの時期で、はい、目が切れたらどうするんだということで言ってたんで、やっぱり切れやすい体質なんかもわからないですね、はい、目の上を、はい、小山さん、はい、ナシロ陣営は今の調子でいい、ポイントも取れてる、大丈夫、アッパーとカウンターだけは気にしたい、はい、アッパーとカウンターに注意。しかし今右のストレートが火を吹きました。右ストレート、チャンピオンぶっさり、チャンピオンぶっさり、この右のストレート、藤原トレーナーはまるで岩のようだと話
しています。相当強いパンチ。そしてこの画面を通じてもこの那代の肉体、麦山さん、見事な筋肉なんですよね。このフィジカル、体作りを共に組んでトレーニングしている中田健トレーナーに話しますと、前回のプロスパー松浦との日本タイトル防衛戦よりも筋肉は2キロほど増えただろう、体格も1割から2割大きくなっただろう、ですから麦山さん、その分脂肪で減量したということだったんですね。やっぱ筋肉つけばそれだけ減量もきつくなりますからね、はい、さあ左のフックの打ち合いになりました。さあしっかりガードを上げて、はあ、左フックもらった、大丈夫か、ちょっと右のパンチを打つときにガードが下がるかな、しろ大丈夫か。小山さん、チャンピオンサイド、はい、厳しい空気に変わりましたね。そうですか。そして打ったらすぐに動け、とにかく足を使えと言っています、ですから麦山さん、あ、左フックもらった、どちろこの那代のパンチですね、あるいはこうだいぶ効いてるんでしょうかね。やっぱりこの自分はこの距離でいけるのかなと思ったんですけど、はい、私はこの距離でボクシングができれば、チャンピオン止まった、チャンピオン止まった、チャンピオン止まった、チャンピオン足が動かない、動かない、動かない、一旦離れます。さあ那代がロープに詰めましたが、麦山さん、華麗なステップワーク見られませんでした ね。あ、ここでゴングです、ここでゴング、第5ラウンドが終わりました。チャンピオンカスティーリョ陣営が相当慌ただしくなってきたということですが、この那代の右、麦沼さん、はい、藤原トレーナー曰く岩のようだ、硬、うん、いという表現をしていたんですね。かなりいい状態ですね。そうですね、作戦通りの試合ができてるんじゃないですかね、はい、さあ那代、これから折り返し地点第6ラウンドに入りました。1ラウンドから攻めている那代、スタミナを十分蓄えたということですが、初めての世界戦、少しずつ苦しい時間帯に差し掛かってまいりました。立吉選手、はい、チャンピオンカスティーリョの足が少し止まりかかってますね。そうですね、ちょっとガス欠じゃないやろうけど、ちょっとリズムが取れないかもわからないですね、はい、さあここは先に手を出しているのはチャンピオンカスティーリョです。中盤のね、はい、那代選手はポイント取りたいですけどね、中盤も。この那代、デビューから今日が8戦目、もしこのチャンピオンカスティーリョを破って世界チャンピオンになれば、放送の解説の辰吉丈一郎選手の記録に並ぶという一戦であります。さあ今頭が当たったんでしょうか、しかし出血はしていません。小山さん、はい、那代サイドですが、パンチを出すときにパンチ力を意識せずにスピードをもっと意識するようにと、あとボディを増やしていけという指示です、はい、スピード、そしてボディということは、麦山さん、力むなというふうに受け止めていいでしょうか。9ラウンド、自分の中でも最も多いスパーリングを経験してきました。12ラウンドのスパーリングをこの1ヶ月の間に2回もこなしました。右、軽い右のストレート、左のボディ渡っていません。チャンピオンも出てきてますよね、今。そうですね、相当苦しそうです。チャンピオン裏ブロックしています。そして細かいパンチだ、接近戦、チャンピオンは出血、チャンピオンの出血は第2ラウンド、那代のパンチによるものです。チャンピオンの出血は那代のパンチ。さあまた詰めた、ロープに詰めた、さあ捉えられるか、那代捉えられるか、逃がすな。しかしここはまだ様子を見ています。麦沼さん、意外と様子を見ていますね。張選手、那代ですね、はい、今のはちょっと攻め込めなかったと思いますね。あ、そうですか。意外と左右にウェイトシフトしながらですね、やっぱりチャンピオンパンチを狙ってますよね、はい、カウンターを、はい、今の入りきれなかったと思いますね。立吉選手、やっぱりやりにくいもんですか。そうですね、もうちょっと前に出ればいいのがチャンスなのになぁ、思われてるんですよね。そうですよね。さあ残り時間がほとんどありません。第6ラウンドです。相手も苦しいんでね、はい、12日後に帰らぬ人となってしまいました。
ウグルマさん、はい、悲しい出来事を乗り越えての今日の一戦なわけですよ ね、 そうですね、やっぱり自分に秘めたものあると思うんでね、はい、それ出してほしいですよね、前回のプロスパー松浦との防衛戦はその田中誠二さんの持っていたベルトを守るその思いで再起しました。ですが結果オーバーワークになってしまって思うような動きができませんでした。ただ今回はいろんなものを乗り越え完璧です。有効のナシロス信夫であります。小山さん、ナシロ陣営なんですが、もう相手はいっぱいいっぱいだと、スタミナも消耗していると、中途半端な打ち合いだけはしないようにという話です。はい、立尾選手、青コーナーも行ってもいいぞというような言葉の裏返しですね。でも行ってもいいんじゃないですか、ね、いいですか、はい、小山さん、チャンピオンサイド、キスもかなり深くなってきました。そうですか。そしてもっと動くんだと、とにかく足を使いと話しています。はい、ウグルマさん、はい、改めて伺います。チャンピオンは動いてないんですか、動けないんですか。動けないんでしょうね。あ、ということはやはりナシロのプレッシャー相当序盤から来てると。そうですね、下がってたらパンチをもらうということだったんでしょうね。もう下がってられないんですね。ハードパンチ、これが一番の持ち味だったこのナシロにとって、あの田中誠二さんが亡くなったということ、パンチを打つ恐怖、それが頭から離れませんでした。一生忘れることはできません、話しますナシロです。しかし今回の相手は世界チャンピオン、世界で一番強い人ですから、全てを出します。話していた通りのボクシング、これまで。さあまたロープに詰めた。さあ逃すなナシロ、休むなナシロ。さあまた一旦ナシロが距離を取る、ボディー。さあ青コーナーからもリズムのニュータンタンタンという声も聞こえてきます。距離ある、距離、距離悪いよ、どここの距離は危ないという青コーナー。さあそしてワンツーを出しました。さあもっと攻め込めるか、踏み込んでの右のストレート、これを藤原トレーナーと二人三脚でまさに取り組んできました。はい、右が当たってますよね、吉野君の右がね、はい、傷口が広くなってきましたね。そうですよね、野球に例えますとストレートがあっての変化球、この右のストレートの威力があってからアッパーでのフックやアッパーなんだというふうに話しています。さあ那城接近戦、僕は打たせずに打つなんてボクシングはできません、相手に打たせて打つ、あるいは打ち合いの中で隙を探します、そう話しています。さあチャンピオンの表情朦朧としていますが、それでも出てくるチャンピオン。このあたりは室山さん、チャンピオンの意地でしょうかね。そうですね、さあ残り10秒切りました。さあ2秒切らしなし、さあ切らし、さあこれが練習の成果だ。さあしかしまた一旦休みました。ここでゴングです。第7ラウンド終了、東大阪アリーナ場内が騒然となってまいりました。離れていたってみんな半額、家族でお得なドコモです。大地をいただけハウスバーモントカレー、クイズで当てよう。チャンピオンカスティーリョ、4度の防衛を果たしている偉大なチャンピオンなんですが、第2ラウンドにナシロのパンチによるカット、左の目を切りました。清水アナウンサーのリポートですと相当深くなって、ご覧のような傷口です。チャンピオン苦しいチャンピオンになっています。しかし裏を返せばそれだけナシロがチャレンジャーらしい姿を見せている、申し上げてもいいかもしれません。さあ第8ラウンド、いやまだまだ俺は元気なんだぞと宇倉山さん言わんばかりの飛び出しでしたね。はい、もうこの辺でもう一つリズム取ってほしいですね、はい、自分のリズムでも引き寄せてほしいですよね。チャレンジャーサイド、ナシロ陣営はナシロという名前にちなんで7ラウンド46秒で決着をつけよう、そんな計画もあったんですが残念ながらそれは叶いませんでした。第8ラウンドに入っています。立吉選手、はい、だいぶいいリズムなんですけれども、ナシロこの後どうですかね。そう、今同じように、まあそのまあ、ちょっと息を呼吸を整えているというか手数が少ないんですけど、裏を返すチャンピオンもそれで休めれますからね。はいはい、ということは休ませてはいけないわけですね。チャンスは逃がしちゃダメでしょ。その達也選手も第10ラウンドの終盤、ちょうどプロ8戦目のグレッグ・リチャードソン戦、一瞬の隙を逃しませんでした。その後、アートにもらった。
その後リチャードソンはゴンが鳴っても立ち上がれなかったという一戦。あれから15年、その当時9歳だった梨尾少年、アッパーアッパーも当たっているぞ。テレビの向こうの辰吉丈一郎選手に憧れて高校からボクシングを始めました。奈良工業高校から近畿大学、しかしアマチュアでのレコードはほとんどありません。まさに雑草魂、プロに入ってからその素質が開花しました。藤原トレーナーとの二人三脚の技術力トレーニング、そして阪神木山選手の個人トレーナーとしてもおなじみの中田健トレーナーと肉体の改造、フィジカルを徹底的に鍛え上げました。那代小山さん、那代陣営藤原トレーナー、お前全然通用してるやないか、相手の方がずっときついぞ、ここのきついの乗り越えろ、そういう指示です。はい、このラウンドからきついですよね、やはりそうですか、はい、ちょっと動き止まりましたね、そうですよね。しかしこの無尽蔵のスタミナ、那代確かに苦しいかもしれません。ただそれを乗り越えるために世界戦が決まってから長野県で 1500m の高地トレーニングを積んできました。その後東京右もらった、危ない、すみません、この冬のパンチ危ないですね、でちょっと右狙いすぎのかもわかりませんね、那代が右を、ね、そうです、そうです、コンビネーションの中で右が当たるような形でね、やった方が当たるんですけどね、はい、ちょっといきなりすぎますよね、このラウンドは。達代選手、はい、今苦しい時間帯かというリポート入りましたけれども、はい、こういった時はどう乗り越えたらいいんですか。でも前の手打つじゃないとね、とりあえずやっぱり左を打っていって、はい、もう相手に余裕を与えないことですよね、さあそれができるかな、代まあ言うたらアピールも必要ですよ、俺はこれぐらいまだまだスタミナあるぞみたいな、まだ大丈夫なんだというところを見せたい。今も右を狙っていました、ミーズリート、さあチャンピオンパス、さあこれを捉えられるか、これを捉えられるか、捉えられるか、逃がした、逃がしてはいけない、さあしかし追っていけるかな、代ミー、ここでゴングです、ここでゴング、第8ラウンド終了です。国内史上最多人数の6人目ということになります。さあ第9ラウンドです。ムグルマさん、はい、判定になりますとチャンピオン非常にうまいと言われていますよね、はい、というのがですね、はい、やっぱりこの微妙に外すっていうのがうまいんですよね、そこはどういう形でやっぱりジャッジはやっぱり見てますからね、はい、その辺で、パンチ出してる当たってるじゃなくって、やっぱりポイントを取られてるか取られてないかというのがね、はい、ポイントに入ってきますから、微妙にその辺は難しいところでしょうね、はい、小山さん、はい、梨本人の口から大丈夫ですという言葉が聞かれましたね、出ましたか、自分との勝負分かってます、大きくうなずきました、はい、まさに自分との戦いという劇を飛ばされた那代、しかも那代自身が那代自身の言葉で分かっています話したという野村アナウンサーからのリポート、右、そしてチャンピオンの左の目のカット、野村さん相当深くなってきましたね、うん、そうですよね、小山さん、チャンピオンサイド、はい、傷かなり深いですね、やはりです、先ほどのラウンド間も指示というよりもその傷の手当てに終始しました、そうですか、赤コーナーチャンピオン陣営にはカットマンとしてミゲル・ディアスも入っているんですが、ほとんどその傷の手当てに終始したというチャンピオン陣営です。でもあれからちょっとドクターチェックというのがないですよね、そうなんですよね、このあたりレフリーがどのようにいきなり止めてしまうか分かりませんけどね、ああそれもありますかね、はい、さあ静かな第9ラウンドに入っています。さあ那須美、いやでもムグルマさん確実に右取られてますよね、はい、辰吉選手、はい、右に頼りすぎというお話もあるんですが、辰吉さんどうお考えですか。いやこれでいいですよ、いいですか、はい、生かしてるんで、さあその右が火を吹くのか、那代はもし KO するならフィニッシュブローはやはり右のストレートでしょうね、そんな思いを浮かべながら練習をしていました。あーとリナッパーもらいました、ショートアッパーです。さあこの辺りはダッキング、ウィービング、いろんな技術テクニックでチャンピオン、カスティーリョ、かわしていきます。この辺りのテクニックをどうジャッジが評価しているのか、しかし攻めているのは間違いなく那代。ワン、ツー。さあ、那代踏み込めるか。さあ、踏み込んでるのはボディ、左のボディが入りました。右、左は空振り。チャンピオンの右。このラウンド、残り時間、まもなく残り30秒です。ラスト30! 那代も相当。疲労が来ています、今一番苦しいですよね、チャンピオン右、しかし手を出し続けます、苦しい練習は積んできました、自分のための苦しい練習もあります、そして V
プロ6戦目日本タイトルを取った時に亡くなってしまった田中誠二さんの思いを受け継いで、その2人分の思い、2人分の思いで練習を積んできた。さあチャンピオン、また華麗なステップワークを見せたところで第9ラウンド終了です。デビュー8戦目世界初挑戦、非常に苦しい時間帯になっています。ナシロ乗り越えられるか、ムグルマさん、はい、しかしリズムという点ではこのナシロのペースと、そうですね、やっぱりあの前へ前へ攻めてる方が自分としてもやりやすい、攻めていきやすいですからね、はい、やっぱりあの交代する方がしんどいでしょうね、これは、はい、さあこれから第10ラウンド、残されたラウンドはあと3つとなりました。さあ第10ラウンドが始まりました。ここからですよね、試合は、はい、さあチャンピオンが中盤もしかしたら、ムグルマさん、少し休みながらという部分があったかもしれません ね、この3回にかかっているような感じがしますね、はい、立吉選手はどうご覧になりますか。ここから出ると思うんですけどね、チャンピオンが、はい、そうです、調子だらさんがそのチャンピオンが出てくるまでにもう先に仕掛けておいた方がいいですよね、はい、出腹をくじくというか、このチャンピオンのマーティン・カッシーリオ、今年1月の4度目の防衛に成功したアレクサンデル・ムニョスとの一戦も第1ラウンドにダウンを喫しているんですが、その後盛り返しまして判定で4度目の防衛を結び止めたということがありました。ですから、ムグルマさん、今度はポイントという点でもね、気になるところですよね。これ3つ取りたいですけどね。そうなんですよね。あーっと、ここで、ついに世界の頂点に立ちました。新チャンピオン誕生、新チャンピオン誕生、自分のために、そして亡くなった田中誠二の夢を背負って戦ったナシロダブを、第2ラウンドのパンチによるカット、試合続行不可能とレフリーのギゼル・モッペルス・ピネーダの判断、ナシロ見事なテクニカルノックアウト勝利。江戸川会長と抱き合います。涙を浮かべています。右側、藤原トレーナーです。左手が上がりました。新チャンピオンたちをやりました、ナシロ。デビュー8戦目、憧れの辰吉丈一郎選手の最速タイ記録、プロ8戦目で世界を取りました。そして今チャンピオンベルトを巻きました。ムグルマさん、コミッションドクターのチェックなしにレフリーの判断、一気な結末でしたね。なりましたしね、なんかそんな感じがね、今途中思ったんですけど、はい、やっぱりあのそれだけ右パンチが当たったわけですよね、切り裂くパンチですよね、良かったですよね、はい、辰吉選手、一言お願いします。いや、もうじゃあいい試合が最高だ、すごかった、いい試合、はい、辰吉選手のデビューから8戦目の日本最速タイ記録に並んだナシロ、国内で6人目の世界チャンピオンいうことになりました。やったぞナシロ。それではニュー世界チャンピオンナシロ選手にお話を伺います。ベルトを巻いていかがですか。いや、勝ってもうたっすね。びっくり。